すごい。さっきまであんなに喋ってたのに。直しましょう。何をですか。わしの可愛い可愛いバギーを。もういいっすよ。直して走ってくださいよ。どうぞ。わしわからんすよ。何がすか。パーツどれがどれで何がそれでドラえもんがどれで。そういえばそうでしたね。じゃあですね、取扱説明書というものはあったと思うんですよ。ないです。もうダウンロードしてくださいじゃあ。それを見てですね、同じものを売り場行って探してですね、これぞというものを見つけたらそれを持って戻ってですね、バラしてくださいよ。正気か、貴様。正気です。正気ですか。で、まあ、手詰まりになると思うんで、そしたら手伝うので。あ、了解。やれること やりたいと思います、はい、やってみます。僕もやることあるんで。はい。こう見えてもまあまあ忙しいんで。お疲れ様でした。頑張ってください。わかるかね、そもそも説明書どこよ、綺麗になりすぎよってからに。ねえ、わしの席ないやんけ。な、アロエ、サボテン、サボテン、壊れたわしの可愛いゆるラジオ。ヘリコプターうるさいな。どこ？どこよ説明書。綺麗になりすぎでしょ。あ、これじゃない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 、これっしょ。あ、これでしょ。あ、これでしょ。フロントサスアウ Z2008F3。 これ見たことある品番だな。はい、この辺じゃね。これだ。え、じ、え、じ、え、これでしょ。よし、万引き太郎、万引き太郎。ほら、DTM3 両って書いてある。これです、私の勝ち。万引きします。あとでバカするんで、タグだけ置いててもらって。720円置いてます。わしの作業場がないね。エッジを取ったのにこいつが取れない。なるほど。まずね、じゃあね。これ何すか、この工具は。かっこいいでしょ。乙女の誕生日プレゼントということでいただいてしまった。なんすか、見せてくださいよ。お、これ1点。これ全部揃ってるの。あ、なんかもうラジコンでやる上には全て。なるほど。すごいじゃないですか、これ。めっちゃかっこいい。ついに桜井専用工具を手に入れてしまったんですね。お、ショック外してるじゃないですか、偉い。偉いです、ね、じゃあですね、タイヤ外しますか。確かに。うん。ところでこれ取れないんです。これこれ。うん、じゃあちょっとね、変わりますか。光ときめきを。お、ちゃんとこれは間違えずにお持ちできたんですかね、ちゃんと。バッチリ、はい、正解。バッチリです。こういう時はですね、まずね、外せるものから外していきますか。ね、ふんと。はい。オーラ取れました、はい。この辺をね、外していくと。外れるんじゃないかなと思うイメージなんですよね。なるほど。いいっすな、桜井室。いいでしょ。もう良いですね、マジで。良いっすわ。後ろのとこに大きさ書いてある。なるほど。これか。はい、2ミリ。この場合これをよく使うんじゃないかなと思います。2ミリね。了解です。2.5 でしたね。うーん。あれ？ね、ありました。あ、出ました。よかった。いいですか、これ。これなんですか、これ。フラッと見えたかな。いや、あの、いつも大仏クリーンをくださる方が。大仏おじさんですか。言い方、言い方。語弊が生まれそうなり。いやいや、よかったですな。ご家族でいらっしゃったんですけど、娘様たちからもおめでとうございますということで、いろいろもらったんです。なんとまあ。これほら、ファーストレイ。かっこいい。これなんて書いてあるんですか、これ。アツシ？そうです。ってことは。腹？そう。ちゃー。それ言ってんの？そうですね。これ、差し込むとですね、ほら、ちょっと出てくるんですよ。そしたら、ね、ラジコンのペンギンですか？ラジコンのペンギン、ラジペン。ラジペン。これ左右があるので、これだって。左。はい、左。レフト。そうです。すごい。もうアメリカ人レベルですね。そうですね。アメリカ行っても困らない。困らないですね、そこまで行けば。ハロー、ハロー。
ミスチュー、ミーチュー、ハハ。これサスピンというものなんですよ。これ使ってサスアームが折れたりすると結構な確率でこれも曲がっちゃうんですよ。こうするとねこれもう走んないですよ。もう走んない。なので足が折れた時には交換する際必ずこういう平らなとこ置いて回せばもうこれもう曲がってないですね。はい、あ、え、手ぶれし、はい、え、何、何もしてないよ。ここはね、舐めてますわ。なんでどうすればいいんですか。こいつの、ま、今日はこのまましときますけど、アッパープレートって言うんですけど、これ交換しないとネジがバカになるって表現するんですけど、バカーン、バカになってますわ。うん、ここまで来たらほら命かけて、あ、入れますか、任せてください、うんうん、で、これが勲章、勲章ですね。突っ張ることが男のただ一つの勲章だって、この胸に信じて生きてきた。ガガガガガガ、泣きたくなるような辛い時もあるけど、だけど俺たち頑張ってきた。ドゥ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 。アロエ食いますか。アロエ食いますか。アロエ食いましょうよ。果肉たっぷりですから。怪我した時は分かってますね。もちろん、うまく使ってください。はい、食います。うちの福利厚生の一つですからこれ。福利厚生福利厚生取ってきますか。思い努力の勲章ということで、はいはい、取っといてます。だだだだだだ、泣きたくて。アロエ食いますか。食いましょう。あとはパチッとはめていただいて、はい、お出してください。はい、完成したら喜んでください。喜びましょう、はいはい、喜びの歌。ララ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 ラ。示すとダメです。あ、サークライシ発見した。これが曲がっている。え？ここはね、クネットね、曲がってるでしょ。これね、良くなるんですよ。これ。これどうすればいいんですか。ビスを交換すれば治りますね。うん。どれ？くなるような辛い。これはね、薄いかも。薄いでしょ。だいぶ、あ、これぐらいでいいですね。ちょっとガタあるぐらいでね。わー、もう終わりだね。 3×22 というのを探します。 ×22 はよ。店内走るの禁止でございます。これを捨てて、あ、桜井氏、やっちまった。これはね、フラットヘッドスクーツ皿ですわ。いいんですよ、いいんですよ。これ僕、あの、はい、晩ご飯を我慢すればいいだけなんで、いいですよ。はい、もう一緒に行ってきます。あ、いいんですよ。はい、また、はい、じゃあ、高級なステンレスヘックスビスをぜひ使ってください。本当です。わー、はい、赤服でもどうぞ。赤服も 2、3個食べちゃった。